しさけ女は1979年の春から夏にかけて日本で流布され社会問題にまで発展した都市伝説マスクをした若い女性が学校帰りの子供に「私きれい?」と尋ねてくる「きれい?」と答えると「これでも?」と言いながらマスクを外すするとその口は耳元まで大きく裂けていたというもの「きれいじゃない」と答えると鎌やハサミで切り殺されると続く この都市伝説は全国の小中学生に非常な恐怖を与え、パトカーの出動騒ぎや集団下校が行われるなど、市民社会を巻き込んだパニック状態にまで発展した。1979年8月、それまで全国を席巻していたこの噂は急速に沈静化した。これは夏休みに入り、子供たちの情報交換、口コミが途絶えたためとされる。 また、江戸時代の怪談集、怪談牢の杖には、江戸近郊に狐が化けた口裂け女が現れたとの説がある。大久保百人町、現東京都新宿区で、ゴンスケという10代後半の男が雨の中を、雨の中を傘をさして歩いていると、ずぶ濡れの女がいた。ゴンスケが傘に入るように言うと、 振り向いた女の顔は耳が口が耳まで裂けていた。権助は腰を抜かし気がつけば老人のように歯が抜けたほうけた顔になり言葉も話せ,なった話せなくなった挙句、息を引き取ったという。江戸時代の読本絵本「作用しぐれ」の記述では以下のようにある。吉原遊郭の廊下を歩いていた太夫遊女を客が戯れに引き止めると 振り向いた太陽の顔は耳が口が耳まで裂けていた。客はそのまま気を失い。その遊郭へ行くことは二度となかったという。